はい、ということで皆様こんにちは、ハリガミ鉄道 YouTuber のキャスンです。というわけで今回はですね、先日のダイヤ改正で、料金が値下げされた乗り手エクスプレスに、ここ新宿駅から千葉駅まで乗っていきたいと思います。はい、皆さん乗り手エクスプレスといえば料金がすごく高いというイメージがあると思うんです。ぼったくりなんて言われるくらいですけれども、そうなんですよ、本当に高いんですよね、成田エクスプレスって。ただ今回のダイヤ改正で成田空港を利用しない利用、例えば、東京から千葉とか大船から東京とか、そういう成田空港を発着しない区間での利用であれば料金が安くなる、他の中央線の特急とか常磐線の特急とかと同じような、料金で乗れるようになったということで結構安くなったんですよね。この動画を撮るために先ほど成田エクスプレスの駅ネットでチケットレスで購入したんですけど、安くてびっくりしちゃいました。660円だったんですよ、新宿から芝生で指定席で。グリーン車でも1430円とか、本当に中央線の特急あずさとか海事とかと全く同じ値段でびっくりしちゃいました。では今回の成田エクスプレスが17時39分発ということで、まだまだ時間はあるんですけれども、早速改札の方入っていこうかなと思います。いやでもね、ちょっと心配なのが、さっき稲毛駅で人身事故があったみたいで、今は運転再開してるみたいなんですけど、総武線系と結構遅れが発生してるみたいで、ちょっとそこだけ心配ですね。じゃあ早速扉が開いたみたいなので乗車していきたいと思います。39分発特急成田エクスプレス47号成田空港行きです。 Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go. 本次列車是成田特快列车，开往成田机场。
電車遅れてたので、本来は48分ぐらいで着くはずだったんですけど、電車が遅れてしまっていたので、1時間ほどで新宿から千葉まで到着いたしました。もともと料金が本当に高かった、駅ネットチケットレスとかですら830円とかだった成田エクスプレスが、成田空港を使わない場合であれば値下げがされて、だいたい標準で760円とか、駅ネットチケットレスとかだと660円とかで乗車ができるようになったっていうのはとてもいいことなんじゃないかなと個人的には思います。やっぱり新宿から千葉って中央総武各駅停車使わない限りは1本じゃいけないんですよ。で、成田エクスプレス使うのもやっぱり今までは高いってなってて、なんか抵抗感あったと思うんです。でも今回値下げされたことで新宿から千葉まで行くのに結構
使いやすくなったんじゃないかなって個人的には思います。やっぱり中央線崖停車だと、まあ、停車駅が多いのでやっぱり時間がめちゃくちゃかかっちゃうじゃないですか。それも嫌じゃないですか。なので今回の料金改定は、まあ、今回いろんな改悪があった改正の中でも結構良かった、いい改正と言えるものなんじゃないかなと個人的には思います。ということで今回この動画いいと思ってくれましたらチャンネル登録と高評価お願いします。また次の